エルンスト・マッハ・エルンスト・バルト・フリーとヨーゼフ・ベンツェル・マッハは、オーストリアの物理学者、科学史や哲学者。日本では、マッハ数の由来でも知られる。チェコのモラビア、ブルノ・フルリゼ出身である。ウィーン大学で学んだ。グラーツ大学の教授、プラハ大学の教授の職を経験した後、1895年にウィーン大学教授として招聘された。 ウィーン大学では新設された機能的科学の歴史と理論という講座を担当した。1901年にオーストリア貴族院議員に選出されたのを機にウィーン大を退職した。マッハが撮影した衝撃波を伴う超音速弾丸の写真超音速気流の研究でも有名であり、静止流体中を運動する物体が音速を超えた場合、空気に 劇的な変化が起き衝撃波が生じることを実験的に示した。この実験には当時の最新技術であった写真撮影が用いられた。この業績にちなみ圧縮流体中における物体の速度を音速との比で表した値について彼の名前を冠しマッハ数と呼ばれている。科学史の分野では力学の発達、熱学の諸原理、物理工学の諸原理が 科学史三部作と呼ばれる。力学の発達1883年では、当時の物理学界を支配していた力学的自然観を批判した。ニュートンによる絶対時間、絶対空間などの基本概念には、形事上学的な要素が入り込んでいるとして批判した。この考え方はアインシュタインに大きな影響を与え、特殊相対性理論の構築への道を開いた。 そしてマッハの原理を提唱した。このマッハの原理は、物体の完成力は、全宇宙に存在する他の物質との相互作用によって、生じるとするものである。この原理は、一般相対性理論の構築に貢献することになった。マッハは、皆さん、果たしてこの世に、絶対などというのはあるのでしょうかと指摘したことがある。なお、マッハ自身は、相対論に対しては、 生涯否定的な立場を取った。マッハは、ニュートンが自然哲学の数学的諸原理で主張して、後に哲学者や科学者らに用いられるようになった絶対時間、絶対空間という概念は、人間が感覚したこともないものを記述にあらかじめ持ち込んでしまっている形事上的な概念だとして否定した。また同様の理由で、ニュートンがプリンキピアで持ち込んだ。 力という概念の問題点も指摘し、ニュートン力学及びその継承を力学的物理学と呼び、そのような物理学ではなく、現象的物理学あるいは物理学的現象学を構築するべきだ、とした。マッハのこうした表現はフッサールの現象学と共通する点もあるが、フッサール自身はマッハの考えに思考性の概念が欠けていることを批判している。 また同様にマッハは、刑事上学的概念を排するべきだという観点から、原子論的世界観や、エネルギー保存則という観念についても批判した。しかし前述のように、マッハの、こういった姿勢はアインシュタインに、大きな影響を与えたとはいえマッハ自身は、相対論を受け入れず、一方で、刑事上学的概念であるという批判は、それが当たっていたとしても、 物理学の欠陥を具体的には何ら指摘できていないことも事実である。認識論の分野では感覚の分析と認識と語尾が代表的著作である。マッハによるイラスト。マッハの左目で見た視覚体験マッハの認識論の核心部は現在では要素一元論と呼ばれることがある。ヨーロッパで発達した近代哲学よび近代科学は主客二元論や 物心に言論などのパラダイムの中にある。マッハは、それの問題点を指摘し、直接的経験へと立ち戻り、そこから再度知識を構築し直すべきだとした。つまり我々の世界は、もともと物的でも心的でもない、中立的な感覚的主要素から成り立っているので、あって我々が物体と呼んだり、自我と呼んでいるのは、それらの感覚的要素がある。 程度安定した関係で立ち現れること、そういったことの複合を、そういった言葉で呼んでいるに過ぎず、物体や自我などというのは、本当は何ら、実体などではない、と指摘し、因果関係というのも、感覚的諸要素の関数関係として表現できるとした。そして、科学の目標というのは、感覚諸要素の関数的関係を、思考経済の原理の方針に沿って簡潔に記述する。 ことなのだといったことを主張した。マッハのこの論点に立つと物理学と心理学との違いというのは従来考えられていたような研究対象の違いではないことになり記述を作り出す観点が異なっているに過ぎないということになる。こうした観点に立ちマッハは統一科学というものを構想した。マッハは感覚に直接立ち現れないことを先見的に 認めて命題に織り込むようなことは認めないとしたわけで、いわば実証主義の中でも極端な立場を取ったことになる。そして当時、ニュートン流の粒子論的世界観を応用して、理論を構築しつつあり、世界を実在論的な見方をしていたルートヴィッヒ・ボルツマンやマックス・プランクラと論争を繰り広げた。マッハは哲学、物理学、科学史以外にも心理学。 生理学、音楽学などの様々な分野の研究を行った。生理学では、ヨーゼフ・ブロイヤーと独立に、マッハ・ブロイヤー説と、今日呼ばれている考えを提唱した。知覚心理学分野では、マッハの帯やマッハ効果と呼ばれる作詞効果を発見、さらに後のゲシュタルと心理学にも影響を与えた。マッハの刑事情学を超えようとする発想、 現象的物理学や統一科学の構想などは、当時の若手の哲学者、科学者らに多大な影響を与え、ウィーン学団の結成のきっかけとなり、同グループによる論理実証主義や統一科学運動の基礎を提供することになった。マッハは、唯心論的立場対、唯物論的実在論の対立を乗り越えて、その両者の上を行く資座を提供すると称した。マッハは、 共産主義者らにも影響を与え、オーストリア社会民主党やロシア社会民主党などの、ボグダーノフ、バザーロフ、ユシケビチらが、弁償法的唯物論を変革しようとした。それを見て、レーニンは、唯物論と経験批判論を書き、感覚の複合としてのものというイーマッハの学説は、主観的観念論であり、バークリー主義の単なる焼き直しであると厳しく批判した。 ありがとうございます。